セクシー女優デビューを4日後に控えた完全素人アリサさんに芸人シーナが密着。デビューの理由は理想の牧場建設のための資金作り、そして女性として輝く最後のチャンスをつかむため。ついにですね、アリサさんが撮影の日を迎えます、はい、気になります。続きのシーナ V 振りよろしくお願いします。はい、はい、頼むよ。はい、行きます。何挟んだ VTR マネーアーム。ナイスマネーアーム。こっから売れると思うなよ。いや、4日経ちましたね。はい、4日経ちました。はい、そして今、ね、はい、我々は AV の撮影の現場の近くに来ておりまして、はい、緊張してます。緊張しますよ、そりゃアリサがデビューすんだから。いや、緊張します。自分の女感出さなくていい。うわ、3時間、もうなんかもうそわそわしてきた。ピンクやな。薄紅色に塗られた階段を上り、撮影現場へ。そんなドンピシャなビル。失礼します。失礼します。専用ですね、これ。お願いします。ここが撮影現場か。ここが撮影現場。いやー、エチいね。だってここで、うん、アリサさんがするってことでしょ、うん、そうだね。いやー、マジかー。どうしてる。ついに撮影が始まった。ひとまず4日ぶりのアリサさんにご挨拶。お久しぶりです。寒そう。また寒そう。寒いです。安心感今すごい。寒そうさんに会えた。やばいっす。めっちゃ綺麗になったっす。本当ですか。嬉しい。いや、本当にちょっと髪巻きました。巻きました、巻きました。はい、いいっす。変化に気づける男みたいな。お前がいいでしょ。いや、いいね。いや、いいっすよ、アリサさん、本当に。もしかしてお前が男優で出るとかじゃねえだろうな。男優っぽい体でしょ。あんな坊主なやつ。男優さんにあのめちゃめちゃ似てる人一人いるよって言われました。おるおる。本番に向け着々と準備が進む。現場には意外にも女性スタッフの姿が目につく。アリサさんのすごいところとかってあったりしますか？NG がないくて。NG なし。女優さんにチェックシートみたいなの書いていただいてて、ずらっと50個ぐらいあったりするんですけど。50個。めっちゃ気になる。アリサさんはどれにもチェックをつけなかった。パイパンできるの？そもそもセクシー女優界には明確なヒエラルキーが存在し、上から単体女優、企画単体女優、企画女優の3つに分けられる。今回どれ？主に企画ものの作品に出演する企画女優が全体の 80% を占め、単独で作品が作られる企画単体女優が 15%、 そしてセクシー女優界のトップオブトップが単体女優。かわいいなこれ。ギャラも一作品数百万円に上り、AV メーカーと専属契約を結ぶわずか 5% の狭き門。その単体女優としてこの日デビューを果たすアリサさんはメーカーに確実に売れると太鼓判を押された女性なのだ。いよいよその時が迫る。これから本番ということで今の気持ち教えてもらってもいいですか？はい、もうめっちゃ緊張してるんですけど、やっぱなんかこんないい場所も用意してもらったんで、こう全力で楽しみたいなと思っています。いいですね。いい度胸してる。楽しむことないですね。そうですね。僕ら椎名があの、はい、アリサのことを見守ってるんで、あのもし不安でも任せてください。何を？僕らが近くにいます。わかりました。何でしゃしゃれてるの？よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。やる人やる人じゃないの？男優やん。椎名の2人は出ましょうか？あら、はい、いや、あの僕らの見守り隊として、はい、今見れないんですよ。そりゃそうや。そりゃそうやん。やっぱ見れない。邪魔や。本当にちょこっととかは無理っすか？いや、もう最初の見れないので。最初の一通り。マジか。無理やって。残念ながら椎名の2人はここまで。撮影が終わるまで別の場所で待機する。あー、くそ。自分の理想とする牧場を作りたい。そして何よりも女性として輝く最後の勝負がしたい。
彼女はデビューした、うわ。撮影はイメージカットから始まった。あ、よく見るわこういうの。な。めっちゃ飛ばしてしまう。見ろよ全部。そして。緊張してますか？緊張してます。あら。緊張してます。めっちゃ緊張してます。今一気に緊張しました。いきなりさ、大丈夫ですか？よろしくお願いします。うわ、緊張するよ。緊張とかそんな問題じゃないやろ。おい、やめ。気持ちわかるけど。おい、知る男優。知る男優。知る男優。聞き男優ちゃうか。聞き男優。聞くだけ。聞くだけ。扉の向こうで。アリサさんは一体どんな姿だったのだろうか。そら普段見てるからな、ギャップ。チャンスはもう一回。一日一緒におったから。いや、どうしても気になる椎名は監督さんに直談判。すいません、はい、失礼します。個性的な T シャツを着たこちらが監督の陽介さん。もしよかったらこの後現場を見学させてもらったりできますでしょうか。初めてのそのエッチなんで、はいはいはい、そうですよね。あんまり人いない方がいい。そうですね。そうですね。少しだけでも少し少し少し。本当音とか本当に気をつけて。はい、任せてください。はい。うわ、オッケーしてくれた。ありがとうございます。お二人にローションを用意して。晴れて撮影の様子を見学できることになった椎名。本当に邪魔にならない。しかし。どこか浮かない表情。え？すると YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニーたちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンを。